こんにちは。よろしくお願いします。お名前は？平愛理と申します。平愛理さんね。はい。生年月日は？1984年12月12日です。昭和が、出てくる？昭和59年。昭和59年の12月12日です。12月12日、男女、あ、女ですね。住所は？言いたくない。あ、東京です。あ、東京ね。はい、大雑把でいいですよ。電話番号は？電話番号は03ね。3617です。では言わなくていいですよ。LINE やってますか？LINE やってますか？やってます。あとで聞きますんでね。で、どんな症状ですか？ちょっと熱っぽくて体がだるいんです。体だるい、はい、ちょっと脈拍いて。びっくりした。私は医者ですから、ね、ちょっと脈拍いてるね。脈はそんな異常ないですね。ちょっと口開けてください、はい、喉を拝見します。はい。ちょっと喉赤いですね。風邪かもしれませんね、はい、ちょっと聴診器当てるんで上着脱いでください。え？え？いや、聴診器で見るんで洋服脱いでください。今ですか？え？今これやっちゃうと聞こえなくなっちゃうんで。今ですか？先生の前でですか？私医者ですよ。ここ病院ですから。恥ずかしいことありませんからね。はいはい、はい、じゃあ抜いてください。でもね、一応、洋服の上から見れないんでね。恥ずかしい。たまにそういう方いるからね。じゃあ、いい、分かった分かった。先生がもう、な、先生も脱げば恥ずかしくない。な、そういうもんだ。自分一人で裸になるのは恥ずかしいな。うん、若い子もな。よし、3人だ。よし。はい。いや、それも脱がないとね、直に肌こう当てないとダメなんで、これは。聴診器というのは。だけど。なんで？まだ恥ずかしい。本当に先生も脱ごうな。先生も脱いじゃないんだ。これ恥ずかしくない。私は全然恥ずかしくない。私は、なんでさっき言ったでしょ、直に肌当てないと見れないんで、これ。はい。それも、先生ね、この脱いちゃう。恥ずかしいけど。はい、はい、もうね。大丈夫、ここは病院なんだから。はい。なんでそれじゃ見れないんだな。それ あと1枚だね。先生、これもうるさいか。これでだよ、もう何も恥ずかしいことでいいから。厚着だね。じゃ
あとそれも脱いで、それ脱いで、最後一枚脱いで。あれ？分かった。死ぬほどいいな。もういいです。別の病院行きます。アンディを見てけよ。もう脱げ、ほら。こっちです。はい、モデルさんです。ああ、モデルさん。はい、おはよう、おはよう。はい、よろしく。あ、いいね、かわいいね。かわいいです。いい、ちょ。あ、いいの。じゃちょっと脱いでみようか。はい、わかりました。違う。なんでアシスタントを脱ぐの？絡みがある。絡みねえよ。ねえよ、男優じゃねえんだよ。アシスタントなんだよ。俺のサポートする役なの。脱いじゃダメ。すいません。絶対脱ぐのよ。頼むなよ、そして。はい、頼むよ。はい、じゃあ脱いで。もういいね、いいね、よし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 。じゃあ、もうじゃない。一人なんですよ、ね。じゃあ、始めますよ。べし。いや、べしじゃなくて、いや、露出下がって。露出。露出。違う、脱ぐな。絶対脱ぐな。そうじゃなくて、こう、ストロボで。あ、ストロボ。うん、光の感じを見ないといけないから。わかりました。はい、はい、はい。それはもうちゃんと勉強してました。ああ、できるね。はい、はい。うん。こういう、入れて。はい。露出 OK です。OK だった、OK だった。あまり見ちゃダメだよ。え、モデルさん見ちゃダメだからね。あんまりね。すいません。もうアシスタントだから。でし。いや、分かったから。でし。じゃあ、撮りますよ。はい。じゃあ、ちょっと顔こっちに向けて。あ、いいね、いいね。でし。あ、いいよ。行きますよ。はい。あ、フィルムか。そうだ。よし、撮るから。フィルム。フィルム撮ってきて。フィルム。なんで回っちゃうわけ？いや、先生の前に撮ったら失礼かと思いましてね。ここなの、こう撮ってればいいでしょ。先生の前の走ったら撮ったら失礼だと思って。失礼じゃない、一回でこうぐるっと回る必要ないんだよ。ベシベシ、キャモーベシ、なんだよそのベシベシは。ベシ、いいよ、もう分かった分かった。じゃあ行きますよ、モデルさん、行きますね。はい、ベシ。あ、いいですね。ベシ。あ、いいですね。ベシ。あ、電話。はい、もしもし。はい、ちょっと待ってください。電話です。なんで回るの？だ、先生の前だったら失礼かと思います。失礼じゃないでしょう。たくもう、うまい。もしもし？もしもし？切れてるよ。いや、ロバートでいいのか。お願い、一回回ってから、いいんだ、前通れよ。いいっすか？見てない？べし。べっしゃ、見ちゃダメだよ、そういうの。はい、行きますよ、モデル、もうちょっと、前、顔見よう。カメラ目線できる？あ、いいよ。うん、カメラ目線で行こう。あ、いい。うん、カメラ目線で。いいね。あ、もっと、もっと、セクシーな感じで。セクシーな、ちょ。何やってんの？自前のカメラですか？自前のカメラ持ってきちゃダメでしょうが。いずれは一流のカメラマンになるかと思って。いや、そうだろうけど、今は違うの。アシスタント。よし。俺撮るなよ。見切らせるんだよ、お前が。すいません、すいません。もう。よし。べし。だからな、やめろ、このべしべしは。よし。じゃあ、行きますよ。はい。よし。はい、OK。OK ですか。はい、もしもし。はい、もういいよ、モデルさん、ありがとう。いい写真撮れた。すごい美しい。はい、お疲れ様でした。はい。はい、よし、じゃあこれフィルムちょっと、はい、出しといて。あ、そうですか。うん、はい、そうだよね。何にも売ってない。おいおい、これでっこい出してダメでしょ。よし。ベシじゃないよ、もう。よし。何なんだよ。
すいません。言ってんじゃねえよこの野郎。すいません、なんか油臭いなもんや。すいません。すいません。全然大丈夫です、大丈夫です。セラマや。すいません。すいません。全然大丈夫です。大丈夫です。下着泥棒になったよ。下着泥棒？うん。この1週間で6件あったらしいよ。やだな。俺あそこの女子寮あんだろ、うん、あそこで1件と、あと1丁目のマンションでもあったなんてよ。下着泥棒。まだ捕まってねってよ。いやーねー。やだな。でもさ、いつも思うんだけどさ、うん、なんで下着泥棒ってそんなことするんだろうね。なんか知らねえけど俺よ。男の人ってさ、うん、そんなに女の人の下着が好きなの？いや誰か相手が分かんねえパンツなんて嫌だもんな。ババアだったらどうするんだってことよな。じゃあ若い子だったら嬉しいの？いやいや、そうじゃねえけどさ、俺はそういうの興味ないからさ。だけどさ、大将よくユリのパンツ覗こうとしてんじゃん。なことしないよ。何言ってんの？そうなの？してないよ。さっきもね、覗こうとして、見てしてないよ。見た。してないよ。何言ってんだよお前。まさかあなたが犯人じゃないでしょうね。違うよ俺は。そんなことしないよお前。だから警察が言うにはな、なんかあの特徴として小太りで背が低くてずんぐりむっくりで中年男だってよ。でもそんな人いっぱいいるでしょ。まあなあ。ちょっと待って、うん、小太りで背が低くてずんぐりむっくりの中年男って、うん、だってよ、もしかして龍平ちゃんじゃない？まさそれ、いやまさか龍平さんはね、そんなことしないでしょ。ないと思う、ないと思うよお前な。こんにちは。なんですか？え、俺の顔なんかついてる？どうしたらいいんだ？ゆうへん、ゆうへん。なんですか？ちょっと座れ、座れ。はい。なんですか？まさかと思うんだけど、ちょっとお前に聞きたいことなんだけど。ええ。お前、下着泥棒なんてやってねえよな。下着泥棒なんて。やってないよな。やってるはずないじゃないですか。バカなこと言わないでくださいよ。そりゃそうだよな、そりゃそうだよな。そりゃ悪かったな。だからもういきなりそんなことやったわ。龍平さん、本当に？僕はあの本当に女の勘なんだけど、本当にやってない？すいませんでした。お前
前やってんのお前。すいません。北木泥棒やってんのお前。すいませんでした。え？いつからやってんだお前。初めてなんですよ。初めて？はい。超変態もバカね。お前その下着どうしてんだ？あ？吐きました。何やってんの？なんでそんなことしたのよ。警察行こう、警察。え？な、警察行こう。ちょっと待ってください。お前が正直言うんだったら、俺が間入ってな、あの大げさにならないで言ってるから。いや、そんなやめてくださいよ。何が？前科がつくじゃないですか。お願いしますよ。お前だって、いや、泥棒したんだろう。いや、そうですけど。すごいだろ。わかりました。もう返しますから。いや、返せばいいってことじゃないんだよ。今すぐ返します。今すぐ？今すぐ返します。入ってんのか、お前。はい。いや、しょうがなかったんですよ。あのね、今朝起きたらちょっと下痢気味でしてね。で、漏らしちゃって。漏らした？え、で、申し訳ないとは思ったんですけど、ちょっと庭見たら、大将のパンツが干しちゃったのでちょっとそれをお借りしましてですね。俺のパンツ返しますから。今すぐ返しますよ。俺のパンツ全部今すぐ返します。やめろ大将大将のパンツだもん。やめろ。妻なんでそんな怪しくない。関係ありません、関係ありません。すぐですからね。はい、ピンポンってなっちゃうで今ね。はい、聞こえたでしょ。はい、聞こえました。はい、ちょっと鳴ってますんでね。すぐですからね、すいませんね。すいません触りすぎじゃないですか。人ですから。人は医療ありません。はい、どうぞ。はい、はい。いってらっしゃいませ。大丈夫だよ。持ってないです。持ってませんか。何ですか。ちょっと待ってください。はい、ちょっと拝見しますね。失礼します。なんか金属入ってますか。これ入ってないです。入ってないですか。はい、じゃあ匂いかなこれ。あ、鳴ってますね。ちょっと拝見します。なってますね。ちょっとライン見てください。人ですからこれ。すいませんね。はいはい、なってます。はい、拝見しますね。はい。はい、どうぞ。こりゃいいわ。あ、金属のことですか。金属のことがないです。ないですか。ちょっとここで拝見しますね。はい。ああ、なっちゃってる。ああ、ちょっとすみません、拝見しますよ。はい。ちょっと拝見しますね。ああ、別に異常ないけど、もう一回しますね。すみません。はい。ああ、ちょっと上げてください。上を脱いでください。そうですから、すみません、なっちゃってもこれ。聞こえないようにね。反応しちゃってるから。はい、はい。はい。なっちゃってんな。すみません、下も脱いでください。規則ですから、これ。なっちゃってんよ、ほら。ほら。下もお願いしますね。はい。なるほど。はい。お父さん。タクモ。何やってんの。
俺の制服を着ちゃダメって言ったでしょ、あれほど無理だから。ちょっと時間があったもんでいいよ。時間じゃないよ、そんなの。どうも、失礼しました。ついていっちゃダメ。